俳優の2人が師匠に何の用だったんでしょう。しかもなんだかコソコソしてたんです。うん、三角関係。いやそのいろいろな意味で嫌よ。時計がある。うん、コインかな。コインやな。うん、じゃあちょっと視聴者の中に入ってみよう。うん、お出てきた。ちょっとあなた、おお、はい、ジェラリンさん、ごきげんよう。何かびっくりしてる。何ですか。あなた私のことめんどくさいと思ってるでしょ。おお、さすが分析官。分析官な、さすがやわ。そんなことは確証無駄。今のご機嫌に現れてるんですか。うん、言葉の前の一拍の間、唇の動かし方、視線の動き、そういったものから感情を読み取ることは可能なの。めんどくさ。すごい。だから分かったんですね。うん、ってことはやっぱり私のことめんどくさいって思ってることじゃない。おお、まさにそうな。ところがした。おお、うまいな。うん。おお、なるほどな。うん。ああ、確かにな。うん。自分の意味です。そうね。お、まさかの、ジェラルディンか。謎。結構謎好きになるよ、みんな。まあ、うん、ピカラットという概念がある時点で。そやな。Two people。ここにいる9人は善人か悪人のどちらかだ。うん、善人は周りに悪人がいるときは必ず悪人の一人に指を指す。周りに悪人がいないときは腕を組む。うん、悪人は善人悪人関係なく指を指す。人をタッチすると印をつけたり消したりできる。うん、悪人二人に印をつけてほしい。悪人二人に印、まあ、ちょっとまずあれよな、指さしてる人は悪人の可能性があるってことやな。そう、逆に指さしてない人は、うん、善人、うん、っていう風にやれるのかな。だからメモするとしたらこの3人は少なくともまあ善人枠の可能性があるわけで、善人は周りに悪人がいないときは腕を組むってことは上の3人も、うん、待てよ、周りに悪人、周りってどうなんやろ。八方位、八方位に入んのか。うん、じゃない。うん、ほん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 。で、周りに悪人がいないときは腕を組む。うん、うん、少なくとも隣は、隣っていうか上隣は、うん、おったら刺すはずやから。うんうんうん。この上三、真ん中列三人は善人じゃない。ほうほうほう。あ、ま、違うか。え、って、ま、間違ってる？いや、ちょっと待ってな。真ん中で3人は全員？全員。じゃないと、こいつは腕組まへんから。どう、あー、そういうことな。うん。そうやな。周りに悪人がいないときは腕を組むっていうのは、そういうことやな。うん、この3人も全員に入るのか。で、この3人は同じとこ指さしてるやん、うん、そうやねんな。こいつはまずアウトやな。でこいつが嘘をついて関係なく指をさしてると、うんうんうん、で、あれよな、ん、善人を指さしてるやつってさ悪人じゃねえ。お前な。うん、で、問題は、こう左上のやつは、うん、善人悪人両方あり得るっていうところやな。うん、まあそういうことになるな。ただ、悪人二人に聞ければいいから、どっちでもいい。うん。この二人じゃないかっていうところで、じゃあ進めていく、うん、っていうので、やっていってみようか。まあ多分こういうことちゃうかな。なかなかの難問。おお、これが真実よ。回答団やったよ、こいつさん。なんか、ボンテって書いてるな。うん、善人を指さすと悪人、この条件に気がつくとすぐに悪人が見つかるじゃん。ああ、まあそうやな、善人を指さすと悪人。うん、そうやな。
嘘ついてるわけやから。うん。あららら。ほう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 。めんどくさいやつや。お、聞かせてくれるの。うん。はいはい。テムズ川のほとりで男性が川に突き落とされた。うん。目撃者はいたが、川岸が遠くて犯人のようはわからない。うん。そして続けざまに反対側の川岸で女性が自ら身を投げた。うん。うん。そうやね。その通り、川に落ち、行方不明になった二人はトレーヌ通りに住むオリバーとジェンバー。うん。二人は同じ劇団に所属する俳優で、今夜のリバーサイドの告白ショーに出演する予定。うん。しかし二人が恋人関係にあったという証言はどこからも出てなかった。うん。うん。うん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 、そうやな。一方で二人がある人物と頻繁に会っていたという目撃情報があった、うん、あなたも聞いたんでしょ。その相手こそ事件の捜査を依頼してきたリドリー・フレメンス氏。そうやな。これらの手がかりから私は一つの推論にたどり着いた。それはオリバーを川に突き落とした犯人はフレメンス氏を、その人は、え、ほう、まさかそんな驚き方マスオさんやなこれ。実に興味深い推理。うん。はあ、確信が持たない、うん。状況証拠からすれば犯人はフレメンス首相としか考えられない。でも、フレメンス首相には犯人たる一番重要なものがないのよ。どう聞こう？アリバイがあるんじゃん。おー、あ、アリバイか。犯行動。ドキンキン。恥ずかしい。はず。うん。ふむ、分かってるじゃない、当然。犯人がフルメンス首相以外だった場合も検証はしてみたの。通常、事件の背景や被害者の周辺の情報を集めれば、犯人像が浮かび上がってくるはず。まあ、確かにね。だけど、今回の事件ではちっとも犯人像が定まらないの。ああ、なるほど。男を突き落とした犯人の目的は、うん、それから女が川に身を投げたこととの関連は、うん、どれも犯人像に結びつかない。こんな事件は初めてだわ。まあ、演技やからな。なあな。それは事件じゃないからかもしれないな。そもそも犯人がおれへんもんだって。あれよじゃないかなっていう。ジェラルディンの失敗は、うん、これは事件ではなかった、うん、ってことやな。そうやな。うん。ああ、なるほどな。うん、じゃあ、とりあえず市長に会いに行こうか。うん、ないっていうことが分かったに近いっていうことかもしれない。犯人はない。うん。熊のぬいぐるみ置いてるやん。かわいらしいね。うん、あったっけ、うん、なかったような気もするな。うん。うん。ただの意気込み。なんかちょっとひょうひょうとしてんな。うん。ん？ああ。ああ、なるな。うん。ぬいぐるみ。どこか違うような気がし。うん。これ一発目から行っちゃったらもう話進んじゃうかな。どう？ちょっと別のとこ行く？まあ一応避けてみてもいいかもな。うん。まあでも今日は一緒か。もうするともうね。ここ行くかも。行きますか。おお。うん、なかったね。なかったな。うん。うん。おお。ああ、そんな、あ、お父さんからもらったやつかもしれない。ああ、そういうのあるかもしれない。ふん。ええー。あ、こんなぬいぐるみも。おお。色塗りの、色塗りぬいぐるみ。大丈夫？うん。白い生地のうさぎのぬいぐるみに、色を塗ってほしいと頼まれた。うん。色は、桃色、黄色、水色の3色。うん。桃色は7箇所。うん。黄色は4箇所。うん。隣り合う部分は別の色。うん。体と両足の靴は同じ色。うん。この条件通りに色を塗ろう。指示をタッチすると色が変わるぞ。うん。うん。桃色、黄色、水色。桃色は7箇所、黄色は4箇所。うん。じゃあちょっとお願いしようかね。あ、じゃあやらせていただきますか。工程の実力を見せてもらおうかね。まず、まあ、水色の三色で、み、み、あ、桃木水で、そうやね、パーツ1、2、3、4、5、まあ、このリボンとかも含めるんやけど、目はさすがに無理か。
リボンは1箇所なんかも3箇所も。でもな、別れてそうな気もせんでもないけどな。1、2、3、4、5、13箇所ぐらい塗りそうなのかな。13箇所ってことは、水色は、水色だけあれやもんね、あの指定がないから。2箇所13箇所だったら、うん、ちゃうの可能性があるかも。で、生地をタッチするときの、ああ、なるほどね。これで色を変えれるわけ。もう、ああ、もう色ついちゃった。そうやね。やっぱりこれ、色変えれるわ。うん、うん、うん。多分な、接合部の部分が、桃色が一番使われてんのか。ほうほうほう。で、でも、あれじゃない、ん、体と両足の靴は同じ色ってことは、うん、水色はないよねってことはわかる。そうやね。あとはもうやっていくしかない。からなんとなくだけど、これで1、2、3、水色は3、あ、水色に1、2、3、4、これどうだろう、隣り合ってないよね。1、2、3、4、5、隣り合ってない。1、2、3、4、5、6やれ。ただだから足を変えたら、うん、ふんふんふん、2、4、6、7、2、4、6、7。体と両足の靴は同じ色。そうやね、体と両足の靴は同じ色で、顔も黄色で、で、まあ水色指定はないから、うん、やり方としてはこれで合ってるんじゃないかなって思うんだけど。行ってみる？行ってみますね。まあ一回これで写真を撮るのも。2、4、6、7。これいけてると思うけど。うん、いけてると思うわ。これでどうかな。オッケーな、ぞ解明。黄色は分かっててんけど、水色とピンクをどうしようかっていうのが悩みかな。うん。カラフルウサギの完成だ。イメージ通りで大満足。うん、趣味悪いな。まあ、いや、いいんちゃう、可愛らしい。なんか、やたらめったに条件つけとったしね。うん。ちょっと俺、言われたら消えるけどな。うん、うん。あ、やっぱり。ま、ああ、やっぱりね。うん。お父さん死んだもんな。うん。じゃあもういないんですもん。あ、そういう思い出もあったよな。なるほどな。その涙にならぬ思い入れっていうの。パソコンやってんな。おい。言い方や。いや、でもお父さんからしたら嬉しいことじゃん、パソコン。まあね。あらららら。あ、まあ確かになんか、名前だけは知ってるとか、そんなことやったのとか。地味とか実際に言うてたもんね、あのノア君も、あのもしかしたら来年ないかもしれない、だからこそ行きたいって。なるほどな。うん、そういう思いがある。うん、うん、うん、泣いてる。ああ、ふん、なるほどな。まあ自分に正直すぎるのもどうかと思うけどって言われそうな雰囲気が。やっぱりシャールは言うな。うん。お、いいものにしたい。なんやろ。なんやろ。すごいいい景色でも絞れんのかな。お、早速行ってみようか。てかこれがなんかあれやね、謎を解くきっかけとかになるじゃない。あれか。バルコニーからの景色が。バルコニーからなんか向こうで火に合図を送れるとか。おお。無理か、さすがに遠いな。どうやろうな、どうここからな。綺麗やな。うん。おお。これ見事な夜景だ。なんでノア君笑えた。お前らノア君なんか消えたな。ほう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 。ああ。まあまあ確かにね。うん。きっかけを作りたかった。おお。うん。感づいたな。かもな、今の表情の変化。うん、なるほどな。うん。もう分かってんなかとで、これ。やろうな。最後の謎のピースが、うん、お前やったなって思ったな。うん。
これであとは謎を解くだけ。いや残念や。うん、フレメンス逮捕されるなんて。されへんされへん。え？されへんの？うん、多分されへんのちゃう？ちょっと待ってな。うん。次回解決編。はい、解決編お楽しみに。それでは失礼いたしました。